おはようございます。あ、ごめんなさい、いってらっしゃいませ。足元を気をつけてください。
ケーキ。こっちは取ってもいいですけど、まあ、こう取んなくてもいいですよ。あります、ね、あ、確かにそんなに、あ、車からそっちへは行かないでください。すいません、行っちゃった、ごめんなさい。車からそっちへは行かないでください。小さい子を置いてあるんだ。
Thank you.
いいですか。どうぞ。いいですか。はい。
はい、どうぞどうぞ。はい、じゃあ、はい、どうぞどうぞ。はい、はい、どうぞ。じゃあ、お母さんも。ありがとうございます。よし、ありがとうございます。よし、はい、いらっしゃい。はじめに入れThank you.
すみません。場所にあるやつ落ちるからな。
おはようございます。どうぞどうぞ、はい、どうぞ。あ、これはね、天日干ししたサフランです。あ、じゃあこれどうぞ。よく乾燥してますから、はい、いかがですか。ちゃん残っちゃった。里美ちゃん、昔の譲り節を出しにして、歩いてる。カンバラから。
いやでもマリア。ということは、今面影はまだ残ってはいますけど、ね。教会。カッパの教会。何使うの？
ってください。説明しておりますので、どうぞやってください。今、静岡市、清水区ですけども、平成18年までは、神原町といって、山と海の間を捉えたこの太い時に、1万2000の方が暮らしているというところです。で、広く東海道の福間町に住んでいただいてまして、大体この、新神原駅のこの近くが、広く、こちらにちょっと古いがありまして、海岸の浸食を防ぐためにここで作ってるわけ、これ。そうです。ね、コンクリにして、はい、そこに掘ってるこれはない。あ、こちらはですね、まあ、井原高校のブランドがあったところを、ゲートだったか。
ありがとうございます。どうぞごゆっくり。おはようございます。どうぞ。おかしい。どうぞ。はい、ありがとうございます。大きいとこが出るんですよね。
これはちょっと本物ではないんですけども、このくらいですよ ね、 大きさね。これはまさにレプリカで全く同じように作ってありますので、しかもあの山の車両、私は三島なんですけど、三島にも小さいのが全然小さい、小さい出ました。私当事者ですあ、そうなんですか。あの川の中から出て、小さい12センチぐらい、そうですね、可愛いですよね。まあ、あれは浜松の要因ですよね、小さいの。そう、浜松とか一番東側がね、掛川ぐらいまでが大きなやつが出てて、それより東に行くと小さいとか、銅鐸の部品とかが出てきてます。部品なんですか。鋳型っていうのはないんですか。鋳型、はい、鋳型は東大阪とか、それから九州で鋳型出てるんですけど、静岡県では出てないですね。あ、そうなんですか。鋳型っていうのはどういうところに使うものですか。よく神社の中に石があって、それが鋳型だったって話も聞いたことあるんですよね。なんかそうですか。必ずしも石で作ってるのか、あるいは砂型なのか、それとも焼き物なのかっていう、あ、まあ、ちょっとその銅鐸の時って今石型っていうのが見つかってるんですけども、実際のところはそれしか例があまりないので、ただ同じような一つの鋳型が何くつも作ってるわけですよね。だからそうですね、砂だともう多分壊しますけどね。そうですね。なので、まあ、石型なんでしょうけども、それが例えば銅系のものっていうのがこう分析されて、どこがどこが同じかっていうのはあるみたいですからね。まだ分かってないんですね、用途がね。どうだろう。用途はもういろんな説があるので、まあお祭りに使ったとかっていうのはまあいいと思うんですけど、鳴らしてもあんまりいい音しないみたいですね。なんかバケツを叩いてるような音とか。あのいくつかの博物館とかなんかで復元してて、実際にあの叩けるものなんかもあったりはするんです。それはいい音ですか。まあその澄んだ綺麗な音かどうかっていうのはあれですけども、まあ。なんかマイク弾いたくないんで、なんかバケツを叩いてるような音で、あんまりいい音じゃないなっていう感じだったんだけど、でもないような気もしますよね。はい、ありがとうございます。原文庫、順番に銅鐸ですね。はいはい、こんな、うん、そうですね。なかなかね、私が作りましたけど。そう、素人じゃこんな綺麗にできないですね。そうだから、あの時間とこう気をつけて、気をつけないですね。はいはい。あの本物の銅鐸作るのと一緒だと思いますので、はい。僕はね、これもらっていってね。はい。はい、やっていただきました。で、ね、はい、でね、服もね、あれ、服の子供たちの下を、はいはい、作らせたんです、はい、子供たちが作るこれよりも、ここでありますけど、あの、はい、僕であるのは、この方が、私のようも子供たち、私がやるこれを、あ、どうですか、はい、これは、あの、どうぞ、これが、あの、前方公園分、これが、これが、はい、厚紙していただいてということになると思いますけど、大変申し訳ないんですけど、ここまでの予算がないんですから、子供たちが直接してますので、はい、地域の子供たちと合併するにはそれがいいかと思います。前方公園、はい、
どうぞ、はい、ガス出してください。はい。はい、私ども団体であればお出口お出かけして体験談をやらせていただきます。沼津もあの柿川とか沼津に行きますので、ただ西側から下にお配りしたパンフレットとかそのイベント の, ご案内とかもございますので、そういうのも一切無料でやっておりますので、
普通にやな。カーテルバーテンだよ。あ、なんだよ。すっごい。
DM を受けた場合があって、もし途中で、ね、なりなさい20回まで行かない場合は乗せ替えできますので、はい、乗せ替え間違えて失礼しました。6月の3日の時間、はい、ありがとうございました。すいませんでした。どうぞ。